どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。そしてチュアス、タイタです。ということで今日なんですけど始まりました、クラロワ黄金伝説。はい、このクラロワ黄金伝説何かと言いますと、はい、キヨキヨがマルチに4回いきます。4回で、はい、まあ、勝つとさ、宝箱もらえるじゃん、こういう感じで、うん、で、もうそれをね、エメ開封タタってしちゃいますと、うん、エメ開封して、宝箱で出たゴールドをのみを使えて夕飯作り、そして食べるところまでやってきたと思います。ありがとうございます。質問、はい、何早ない質問出てくる。ないないない、負けることってあるじゃないですか。はい、あ、負ける、いや、それはもうもやし、もやしだけになる。負けたらゼロですか。水、あ、そっかそっか、水、そう、もう4連敗したらもう水になる。水、うん、水にレモン絞って飲むっていうね。ダイエット企画。レモン水どうする、この企画やりすぎてダイエット成功したらそれはそれでいいけど、みんなやり始めるよ。で、まあまあちょ、これもややこしいから、これもいっちゃおう、これもやる、もうこれ関係ない、これ関係ない、関係ない、もういっちゃう、もうもう YouTuber 男子企画いっちゃう。で、今回はタイタイね、バタイタイって料理にやってたんですよ、昔。あ、やってました。で、なんていうの、僕のね、料理とか作ってくれたりすんの。で、昨日とかだったら鍋とか、おとといだったら肉じゃがも、肉じゃがのじゃがいもやばい。いや、肉じゃが好きだから。いや、肉じゃが俺大好きで、うん、肉じゃがやばい、マジで。じゃがいもが食べたことない感じで出てくるの、ほんとに。っていう感じで料理うまいんで、4試合でね、出た宝箱から出たゴールドのみで夕飯作ってね、食べるところまで行きたいなと思います。だから皆さんにはもうダラッと見てほしい動画かな、このクラロワ黄金伝説は。そうだね。で、使う劇なんですけど、僕、うん、マルチ、本気のマルチ、まあもうこれも本気でやるけど、うん、やっぱゴブスパばっかになっちゃってんだよ。そうだね、ゴブスパだもん。動画的にさ、お、急遽ゴブスパばっかじゃん、キヨスパばっかじゃんってなっちゃうから、今日早くこれ新しい、うん、もうね、トリトンが目につくよね。いや、そう、いや、タイタイがトリトン最近好きじゃん。トリトンね、夢がある。そう、なんかね、動画外で使ってたりしてんだよ、うん、トリトン系 YouTuber タイタイなんだけど、トリトン系 YouTuber ね、現状ね トリトンをちょっと使った、キョスケで面白いことできないかなっていう、ちょっと枯渇デッキ、うん、うん、じゃ、これで4試合聞きたいと思います。はい、もういっちゃうわ、ポン。ちなみに銀の宝箱は、うん、何、30エメぐらいしか多分もらえないと思うんだけど、たまにさ、スーパー魔法の宝箱とかくんじゃん。そしたらもう4000円、よろしく、4000ゴールドとか食うから。ああ、もうそれ晩ご飯4000円使えますから。4000ゴールドやばい。ちょっと集中します。ちょっとまずちょっと美味しいご飯食べたい。タイタイ普通に美味しいから、料理が美味しいから。ロリババ、ロリババだとスケラかあれかと思いましたが、U の入ってるんで、これなんだろうな、ジンギとか、だから小ジョババがこっちから来るとか、そういう系 YouTuber な気がする。うん、うん、なんかよくわかんないな。うわ、マジか。え、どうしたの、なんで。あ、これダッシュ中はね、あれ無敵なの。無敵なんだよね。うわー、ちょっとやだな、この感じ。この感じすげえやだ。おや、ちょっとね、いや、うわ、ライドラか、お前。ライドラで、ライドラやばい、やべ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 。ここでキング起動したいですね。ちょっとやっぱね、タイタイね、やっぱクラロワね、こう教えていくと、キング起動して、あれあれ、キングできない。おい、キング起動できなかったぞ。よし、ちょっと終了します。ちょっとガチ終了します。なるほどね。ジャンジャンジャンって緊急はできんね、ほんといいタイミングですね。電動させて、ね、いいタイミングじゃないかな。ちょっとなんかすることないな、暇だな。ロリバもあるでしょ。ちょっとインコースに、あー、オッケー、ちょっとインコースやばい。ユーのちゃんかぶっちゃう。あ、でも美味しい美味しい美味しい。やばい、ちょっときついな。ライドラきついね。ちょっとライドラきつい。うわ、マジか。オッケー、オッケー、まあ、キョンハイ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 、全然キョンハイ。よっしゃ、よ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 しゃ、まあまあ、よし、まあ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 、ライドラか、ライドラ、ライドラ、ライドラだね。なるほどね。オッケーです、オッケーです、わかりました。相手の魂胆がわかりました。魂胆、こっからぶっ倒しますわ、ちょっと。いきます、注意します。やります。ちょっとね、はいはい、よしよしよし、よしく、いきます。ありがとう言ってますよ。ありがとう言ってます。言わしときます、言わしときます。ちょっとね、タルババ、はい、助けスパーキー、オッケー。ん、これライドラ、あっち、あっち行ってもらって、あー、こっち、いや、うまいな。いや、ただただこれ決めにくいっすよ、相手結構言うね。で、ここでタルババないところで仕掛ける。いい、オッケー、おいしい、素晴らしい、オッケー、ハンター倒した。さあ、タルババ、やべ、よっしゃ、残った、トス、トス、いやー、ファイブ、やべ、これユーノちゃん出されたらめんどくさい。ユーノちゃんじゃない、ラムちゃん、注意します。いいね、熱い、ラムちゃん、ラム、あー、やべ、俺これ、まあまあまあ、しゃあないか、まあまあ、ちょっとこれは気の範囲、待って、緊急度、いけねえか、これいけねえか、これいけねえか、ギリギリ、いや、無理だ。ちょっと注意します、ガチ注意します、いきます。
裏。奥。奪われる。オッケー、入った入った入ったね。気をつけが、あ、これ気をつけが刺さってる。俺にね、謎に、おっ、やーナイス。そして宝箱は、宝箱は問題そこなんですよ。問題そこ来い、宝箱来い。まあ銀ですから、いや銀一番大丈夫、一番大丈夫。そうだね。いやいや今よくなかった。いやマジでよかった。謎によかったよね、うん、最後相手落ちた。まさか。もうちょっと途中のねトピックありますから、あのバレルを、あのキング裏にバレル出す、あ、相手がライドラとか来たら、うん、逆サイに釣れるんですよ。相手ロリバー出したけど、あ、それはもう釣らせないようにする。まあまあ多分相手うまかったのかな、うん、ちょっともう一回いきましょう。ポン、さあ4試合だけいきます。はい、よし、頼むよ。よろしく、注意します。失礼します。どうしようかな。まずはちょっとよろしくバレルで、はい、まずは様子見、まずは様子見させていただいて、はいはい、なるほどね、なるほどね、オッケー。まあまあ雪玉も出さないと、はい、さあさあこれで何来る。暇っすね、暇っすね、暇っすね、これは。オッケー、小嬢ババ、小嬢ババ来て、さっと、オッケー。まあまあこれはまあまあ許容範囲でしょう。小嬢ババ、小嬢ババとなんだっけ最初、コジババコウモリか。またラムライダーとかの可能性あるな。わかんないけど、あのエリポン、エリポン、ちょっと待って、エリポンは聞いてない。もうこれはちょっと逆にぶっぱするしかないですね。僕あの削れる呪文がないから、もうなるほどね。これで6コスない間にぶっぱしてここで決めないとやばい。30しか。 OK、 注意します。でここでめっちゃ来るんですよね、バレてるんだ。おお、なるほど。で、ザット系を使ってほしいなと思いつつ、あー、使わないか。いや、でもこれめっちゃ削れたから美味しいって。確かに確かに。オッケーオッケー。あー、オッケーオッケー、いいんじゃない。これリガーとかないよねっていう。オッケーオッケー、リガーない、うん、オッケー、左に入ってる。ただ、こうすると、また相手多分ね、あの、来るんですよ。あの結構入った。多分左上にポンプがポンって置かれるんで、うん、それをまあもう、雪玉で打っちゃっていいかな。なるほどね。ちょっと暇すぎる、暇すぎる、やばい、暇すぎる。うぅ、いや、真ん中入れもったいない。ここはもうちょっと壁作っちゃいますわ。そうよろしく。はぁ、これだな。で、また後ろから30式来て、多分こいつ呪文ねえなって思われてるから、俺絶対今多分左に、あ、違う、こっち右に2体来た。オッケー、それは美味しい、うん、注意します。小嬢ババが多分この辺トリトン全然活躍してないって、ね、確かに。で、ガヤング来るから、うわ、チャイサンしか、チャイか。そうするとそうするとこれ守れない。ただここにめっちゃ来るんで絶対、うん、ここで全力防御しますと、うん、おやばい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 、撃たんか撃たんか、また悪さする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 んか、まだやばい、失礼します。うひゃー、やばい、両方られた、やばい、両サイド攻め、完璧な両サイド攻めされてる。うるさい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 、こんなん気にしない、気にせず俺行く。あと5秒、あと4秒、やめてくれやめてくれ。綺麗なまでの逆サイザメ、逆サイザメ、いやーただ GG、 これ OGG です。これはうわっ、うん、煽ってきましたねこの人。あ、今これで相手は大切なものを失われました。そうだね、はい、残念な、人としてね、人として、うん、やっぱそういうのやっちゃダメですよ。いきます、あと2回、あと2回か。ポン、やばい、俺今んとこ30円です。え、30円、やばくね。あ、まあ多分銀のところ引いてないけど、よろしく。で、銀のところ僕って30円ぐらいなのよ確か。え、そんなに、ちょっとやばいやばい、そんなゴールド少ない、多分30円は無理だって。ちょっとガチ読んじゃう。そういうこと言わないで、なんで30円って決まってんの、そういうこと言わないで。30円無理っすか。 OK、 26か。 OK、 26か、多分相性いいぞ、うん、この時あんま僕粘度高くないけど、うん、まあ多分ホグは相性いい。これローリングッド5、それ美味しい。これはスパゲ出しちゃいます、もう私出しちゃう、よろしく、出しちゃう、うん、そうすると後ろからアイゴルが来る、うん、シャコーンって来るでしょ、シャコーンって。あ、シャコーン来ない、マスケとかかな。あー、大砲で左上にマスケでしょ、またこの人やだ、もうやだわ、よくわかんないですよ。いやいや、もう違うんですよ、違う、当たった時にドヤ顔したいから、そっちもとりあえず言うっていう。なるほどね。とりあえず言うの、ね、とりあえず言う、そうすると当たった時かっこいいっていうね。あ、これ出しにくいよ、これ
お、待って入った。これめっちゃ美味しい。一発入ったね。今でかい。ただこうね、あいつ先打ちしてる可能性あるな。何これ。最後。オッケー。よしよしいいよ。やばい。やっぱなんだろう、あえて、まあ、ローリングと出てたっけ。出てないっす。出てないよね、うん、え、あいつじゃないの、いけない、ザップ、ザップじゃなわけないしな。で、こうすると、はいはい、ここに出したい。ここに出させてください。ありったけのホグをちょうだい。本気でやりなさいよ、ちゃんと、うん、いや、本気だよ。あれ飯でかかってるんですか。あ、相手落ちたくね、落ちた説ね。いや、え、待って、相手落ちたくね。あ、でも相手落ちたくせ、誰12じゃん、レベル、今思ってる。ほんと、いや、全然落ちなかった。普通にこれトリトンの力を上、トリトンパワーだ。トゥーライン。おお、ローリングとあるんか。ウッドハンド。ただしかし、これはこれは強い、これ強い、これ入る、これ強い、めっちゃ強い、これめっちゃ強い。来た来た、おお、トリトン、ちょうだい、ちょうだい。トリトンがね、ここでこうやると一発、あ、美味しい、一発入んじゃない。これるとこっちにね、あいつ一発入るでしょ。入った。そしたらまあ相手ローリングウッド切ったってことは、ファイバー、ファイバーも切ったからもうないっすね。ローリングウッドないね、確かに。相手守るしかない、残念ながら。これがもうめっちゃ強い、うん、バレルがやばいやん、ね、あ、これ入る、あ、まあまあ、結構入るな。オッケーオッケー、あれ、これ、これキング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 、いける、いける、いける、よっしゃ、頼む、銀、銀宝箱以外来て、銀以外、頼む、頼む、行くよ、はい、あー、いや、これ、夕飯代だいぶきついんじゃないですか。やばい、あと1回だよね、あと1回マルチいけんだよ、うん、やばい、ペチン、頼むよ、本当に。いや、マジで、これ、待って、この企画さ、うん、僕、勝手に考えたんだけど、よろしく、うん、勝手に考えたけど、これちょっとあの夕飯基本的に貧乏飯になる説ない。いや、それな、2人で100円はやばくね。今のところ多分2人で60円くらいだと思う。え、それやばくね。何を食べればいいの。それ何を食べればいいの。じゃあここで勝って売る金出すわ。売る金、売る金出ないわ。スーパー魔法とか出てほしい。スーパー、なんだ、バルキリー枯渇か、なんか枯渇感ちょっとありますけど、なんかまあちょっと暇だからこっちで出させていただいて。 OK、うん、なるほどね。ギガウォールブレイカーかな。ちょっと暇だから待とう。見合って、なるほどね。マスケ、マスケ何ですか、視聴者さん。わかりませんよ、キヨキヨさん、今のところ。うわ、マジか。これはこれはあれじゃないですか、俺らポリトンの。いや、でも待って、これ大丈夫か。いけるでしょ。これ、キョスケ、邪魔なことすんなよ。あ、あ、邪魔なことしてた。邪魔なことしてて、くさーでしょ。うん、いや、でもこれなんかいい感じじゃね。なんか、なんかキョスケ無限に生きてるし。あえて、矢の飴使ったから、ちょっと嫌なことするよ。あー、でもあれか。ゴムタワーか。まあ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 、まあ、甘んじて受け入れよう。ダダーン。いや、このスパーで大丈夫かな。まあ、怖いよ、怖いよ、怖いよ、これ。これマジ貸したよ、普通に。ちょっと。お、うまい。おー、なるほど。じゃあ、取れて。こっちの方が美味しい。我らが。我らが、取られたから、我らが取れた。よっしゃ、元気だ。ちょっと待って。ごめん。入れて、入れて。じゃあ、集中します。ガチ集中します。トリトン、無駄なことすんな。いらんことすんな、いらんことすんな。いらんことすんな。いらんことする可能性があるからね。そうそうそう。くつけ出して。よしよし。これ回ってんのさすがに回ってないとする。さあ。奥だね。スパイダーマンします。やべ、あーあー、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫、痛い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 、おいしい。あ、ここでハンターの方に近づけてあげる。素晴らしい。いらんかったか。でもさ、いい感じじゃない。うん、ダメージでは勝ってる。メンタルでも勝ってる。メンタル、あえて先打ちしてきてもいいようにハンターでゴーします。うわー、来んなこれ。いや、これはちょっと完全に利用してです。
殺しか、うん、今の殺しか、これ入りますよ、これ入りますよ、入りますよ、うわー、あ、でもこれ、いや、左が、ちょっとごめんなさい、お見苦しい試合を皆さん、ちょっと左防衛とします。いいよ、すごい、オッケー、おいしい、おいしい、オッケー、おいしい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 、よし、これ決めます、俺2回引き寄せたね、今これね、美味しいぞ。あ、打ったからバレル入るんじゃないですか。オッケー、よし、オッケー、助けマンチェットですよ、これ。オッケー、いい、打たー、入った、取る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 、素晴らしい、取る、来い、取る、来い、取る、取る、来い、あー、どうなんだよ、飯3、4分の3勝ってこれだよ、44ゴールド、え、まず、ちょっとこれ企画倒れ、甚だしくないこれ。だって宝箱が出ないとさ、うん、これ美味しいご飯一生食べれないってことでしょ、これ。だってこれ全部勝ちょっともう全部開けちゃいます、はい、こっちから10。さあゴールド記入していきましょう。えめっちゃくれんじゃん、めっちゃくれんじゃん、めっちゃくれんじゃん。143円か、待って、100来た、はい、ちょっともう、あの計算していきます、ね、はい、143、はい、143、140、え、いいんじゃない、 OKOK、 143、うん、はい、まあこの辺はまあいいですよ、プラスで、はい、じゃあこちらいきます、もうアンロックしちゃいます、私ぐらいになると。ポチン、さあ来い、おー、151、めっちゃ来るじゃん、これ結構普通に高い、151プラス、まあまあ、今でも294円、ぐらいか、でも294円だよ、おー、ロイバル美味しい、美味しい、普通に美味しい。 OK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 、 いきますよ、じゃ最後ポン、え、待って、いい企画これ、ポン、さらに140、まあまあちょっと少ないですね、434円、434円の夜ご飯を2人で作ります。なので200円ですか、1人当たり。まあ結構1人200円だったら割とまあ作れる、だから本当に、まあ、パスタとか、はいはい、だそこはだから、そういう系、タイタイは料理の知恵あるから、なんかこう美味しくいい感じにねできるんじゃないかなと思います。ということで、これからタイタイ先生に434円かな、うん、の中で作っていただきたいと思います、うん、はい、ということで、今ですねキッチンにやってまいりました。はい、キッチンにやってまいりましたとか言いながら、別に僕はあっちで撮ってたからね、そのそんな変わんないんだけど、やってくるってことでもないそうそうそう、はい、タイタイさん、はい、今日の使えるお金はですね、はい、434円でございます。で、タイタイさん今もうね、ちょっとマスクとかしてもらってスーパー行ってくれたんですけど、はい、ちょっとどういう感じ、ですね、これパスタ、パスタ、はい、今宵はパスタです。パスタ、え、それいくらすんの、これ6束あるんですけど、はあ、1束60円です。ああ、なるほどね、その分割方式で、分割方式で、はい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 、はい、やっていく、まあお得タイプだね、多分。なるほどね、じゃあこれで2人分で120円、これベーコン、うん、ベーコン、ベーキャンね、ベーキャン、それいくらですか、え、全部使うの、使いますよ、これ全部、神神神、全部で180円です。ああ、結構高い、税込み180円、ってことは2人で今300円か、300円ですね。で、はい、これから作ろうとしてるのはペペロンチーノ、うん、わあ、いいですね、いいですね、ペペロンチーノ作ろうとしてるんですけど、はい、ペペロンチーノで必要なのがニンニク、ガリック、はい、まあ、それで言うとちょっと僕の一つ言いたいのは、はい、油とか使う、使いますね、あの調味料は無料でいこう、調味料無料ね、はい、救急ハウスにあるものは無料でいこう、はい、あのそうするとビールとか全部無料になっちゃうまあまあ、だから調味料はだから、え、これはもう俺調味料判定でいいと思うけど、ニンニクは、で唐辛子、まあ、唐辛子はこれ調味料でいいでしょ、これ鷹の爪ね、これさ、さすがに、いやー、これはお前430円以外だって怒る人多分いないから、まあ、じゃあニンニクと、うん、これがね、うん、まあ、調味料枠であれば、はい、僕たちは、はい、トマトを1個食べることができる、おー、トマト2人で1個、2人で1個、2人で1個食べられる、2人で1個、食べた食べた食べた、98円、はい、僕のプロテインゾーンちょっと添えてトマトを1個ね、トマティング、トマティングですね、それトマティングってことですか、トマティングですトマト1個、トマティング、はい、俺久々だよトマト食うの、あと俺大好きなんだよ、って感じですね。で、今はこれお湯沸かしてんの、今はこれお湯沸かしてて、あ、はい、そういったね、こう忘れてました、なんかわたわたするの、わたわたするんか出たゴータのシッタールだ、あれゴータのシッタールだじゃないですか、ゴータのシッタールだこれで、はい、温泉卵を作ろうかな、何その贅沢飯、温泉卵めっちゃ贅沢じゃん、これで多分430円、確かに、まあ卵1個はね、まあそうだね、まあこれ2つで40円ぐらい、じゃあちょっとレッツクックで今クッキングしてて、はい、クッキングしてると、はい、まあ、あのゆで卵を、あ、これゴータマ用、ゴータマ用のお水をやってます、でこれはパスタ茹でる用なんですけど、まだ火を、はい、まあ入れとくか、なるほどね、入れますで、はい、パスタは
いやこれ楽しみだな。茹でるときに、あ、出た、塩を入れるんです。まあ入れる人もいる、結構いるんですけど、はいはい、僕はもうごめんなさい、マジで分かんないです。で、まあコシとか出たり、はいはい、そもそも塩味がね、パスタについたりするんだけど、大体、まあ量、まあ俺は目分量、あー目分量ね、これ目分量ですけど、どうさどうさ、それ YouTuber、 本当にそれ YouTuber、 めっちゃ入れます。本当に、うん、基本濃度は味噌汁よりちょっと濃いぐらいって言われてる、よく言われる、 うん、よく言われてる。これ俺のお母さん見たら塩入れすぎって言いそうだけどお母さんそれは厳しいよね、大体ね。なるほどね、って感じですね。まあさっきより結構入れたね、めっちゃ、まあ普通にしょっぱいぐらい。なるほどね、なるほどね、ほんと塩塩それぐらい入れた方がいい、うん、はい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 、って感じですね。まあここでゆで卵、温泉卵やって、それで待つのに12分ぐらい待つんですよ。あ、ほんとに10分ぐらい。じゃあその時炊いたのじゃあ面白い話ってことでしょ。作るのやめるよじゃん。って感じかな。なるほどね。これを沸かしといて、まあ、茹でる前に。茹でたらもうすぐ終わんのこれ。茹でたらすぐ、いや茹でて、うん、まああと、まあ、盛り付けとか。ペペロンチーノだから、はいはいはい、オリーブオイルとまあタコ爪とかで最初に入れるんで。ちょっとそれ見たい、それ見たい、それ見たい。それはちょっとできないっていう。確かに。いやこれあれ、キッチンがちっちゃいからってこと。なんかすげえ、それすげえ、そんなつもりはなかったんで、ごめんなさい。はい、全然全然。で、まあ、これはちょっと、ま、じゃあ待ちですか、今。まあでもこれ、火かけたまま沸かすと、ゆで卵になるんですけど、はいはい、火止めるんで。え、止めんの？ちょっとそれ見たいんだよ。火止めて、まあ、余熱で火入れる感じなんで。マジで？え、何分ぐらい？10分ぐらい。10分ぐらい。じゃあちょっとね、待っときたいと思います。これからみじん切りの鬼大会。みじん切りの鬼はないですけど、まあ普通にみじん切りします鬼って言うとなんかマイナスだわ。え、タイタイはさ、料理やってた時はさ、うん、どれぐらい、何をやってたんだっけ。やっぱ知らない人結構いるし、言ったら和食の料理屋っすね。和食の料理屋、いや僕もね、実は3回ぐらい、うん、3回ぐらい食べに行って、はい、めちゃくちゃうまかった。来てくれたんだよ。マジでうまい。いや僕こんなこと言うのはあれだけど、うん、結構その僕ご飯好きだから結構いろんなとこ食べに行くんだけど、グルメだよね。そのなんかグルメとか言われたらすげえ嫌な感じ出ちゃうからさ。すごい僕結構おいしいもの好きで、うん、いろんな人に、会う人会う人にどこおいしいですかって聞いてそこ食べに行ったりするんだけど、うん、その中で普通にめちゃくちゃうまかった。そう、お刺身とかが売りなんですよ。焼き鳥、焼き鳥とかね。まあでもあんま言うとバレちゃう。そう、バレちゃうから、いろいろよくないけど。はい、どっから仕入れた。はい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 、それで、はい、まずニンニク。ニンニクね、この包丁はちなみに、はい、杉本っていうんですけど、杉本さんのところですけど、これは何、杉本さんってじゃこれは本格やん。はい、料理長が、はい、俺のために買ってくれた、カッパ橋で、カッパ橋っていうのはその、はい、料理の方向じゃないですけど、そういう場所なんです。ああそうなんだ、聖地みたいな感じなんだね。そういう、うわこれ危ないよ、これ危ないですよ、これ。え、これ、え、現役時代もこれやってたの。全然、全部これっす。なんでそんな、その触るの、怖いわ。怖くないでしょ、切れるのここだから。ああ、そうかそうか。あ、でもだからそうか、大体が触ってる分には大丈夫なの。俺が触れてたら多分ね、もう怖すぎて危険、視聴者さんと泣いちゃう。視聴者さん泣いちゃう、もう怖すぎて、さすがに。包丁持ちは4個ですか。歯を持つんです。家庭科の授業で教えてくれよっていうね。教えてくれないでしょ、絶対。知らないけど知らないけど、知らないけど。俺ずっとだってゲームの話してたもん。ルイスさん、受けてねえじゃねえ。ルイスさんと、和田ちゃんとずっと、あれなんかそれいじけちゃった。いやいや、なんでいじけるんだろう。そんなに傷ついてもねえし。あのね、ニンニクね。そう、いやーいいですね、これ貴重ですよ。これタイタがニンニク切ってる、貴重です。貴重ではないですけど、まあ目を取りますね。これは目ですけど、目をね。料理動画とか久々だな、なんかマジで。なんかちゃんとした料理出すの前あった。料理したのは、まあ僕はチョリソーめっちゃ好きだったから、うん、じゃあ俺もカメラに映った方がいいのかな。いやでもさ、俺こうやって邪魔でしょ。ひとりださん、結局邪魔…邪魔感のいいんじゃない邪魔感が結局邪魔って言われそう。気を入れないと持たないんで、うん、いやいやいや、そんなことはないよ。はい、じゃあ僕がね、使ってる、はい、これ BCAA ですね、これ。これアミノ酸です、はい。筋トレの鬼だわ、これクレアチン。いや、筋トレってかね、やっぱ栄養をね、大事です。クレアチン、筋肉にいいやつ。グルタミン、これ回復するやつ、僕のイメージ。これビタミン、でこれプロテインと、あとは粉。あ、ちょっと料理してますやん。そうやって僕がいないところで
で、まあこれ普通にみじん切りっすね。はいはいはいよ。あ、めっちゃいい香りするってか、普通に YouTube 匂い配信機能ないのかな。新しいね。新しいよね、4次元5G が実装してあれあるじゃん、うん、音、あ、いや、ASMR、ね、ASMR、 そういう感じで、まあみじん切りなんで、これそんなに何ガチでやんなくていいっす。いやいや、俺それできないから、それ、それができない。適当にです。それができない、俺、そのみじん切りは。みじん切りはなんか、マジで、本当にバンバンバンです。いやいや、バンバンバンじゃん。それはゴーレムを、うん、そのさ、いや出すだけっすみたいな、一緒。いやいや、そうですね。いやでも出すだけじゃないじゃん、ゴーレムって普通に。わかんない人からしたらあれだけど、まあ、うん、結構簡単、まあ、人間はまあ常識ですね。いやいや、家庭科の先生だから僕は恨むんですよ。聞いてなかった、自分を恨みなさい。それだ、絶対教えてくれてるから。絶対教えてくれてる、あー出た。で、そんなに、うん、がっつりみじん切りにしない方が俺はいいかな。あー、香りが立つんですよ。なるほどね。で、ペペロンチーノってその人によって違うんだけど、うんうん、完全にみじん切りしたやつと、うん、あのスライスのニンニクを入れる人がいる、あの2種類で。あー、なるほどね。で、それでもう入れる時間をずらして、最初にあのスライスの方を入れてね、香り立たせて、その後にみじん切り入れたりとかする。ガチ勢じゃん。和食やってたんでしょ。何それとして。まあ和食でもニンニク使うのか。使いますよ。まかないとか全然和食じゃねえから、チャーハンとか作ってるから。ガスだから。ああ、言ってたね。そう、さあ、オリーブオイル、オリーブオイル、こう、うちのオリーブオイルいいやつ使ってますよ。早摘み、はい、多分いいやつだと思う。なんか料理するときに一番いいの買うでしょっつって買った記憶がある。結構ね、オリーブオイル入れちゃった方がいいです。ああ、結構ドバドバと、うん、もうマックスいっちゃう。マックスでマックス好きだよね。致死量も好きだよね。致死量好きだよ、俺は。で、はい、まあニンニクの香りを油にオリーブオイルに移したいんですよ。はいはいはい。だから弱火にして、弱火の状態からじっくり火を入れていくことによって、クッキング動画じゃん、この動画。あの、焦げないで香りを移せるんですよ。なるほどね。だからあえてここは強火にしないって、まああえてっていうか、まあ、強火にはしない。あ、そうなんだ。もういい香りがやばい、もう記憶発動。もう、うまい香りがすごいしてるもん。うま臭が、うん、うま臭がね。どうでもいいけど、うん、高校で秀祖って言われてる人かなと。なんで秀祖って言われてるの。それ俺が言った、最初。1年生、中学1年生の時一緒で、はあ、出席番号と元素番号一緒だった。じゃあその理論でいくと水素もいないとダメじゃん。いや、水素もいないんだけど、なんかだけど確かにネタワーク、中学生のノリで秀祖っていうのがちょっと、うん、ちょっとツボだったんですよ。そうそうそう、中祖とかがもうツボな時あるで、本当に中祖って言われてて、別になんか本人もなんかまんざらでもない感じだった気がして、嫌がってもないっていう。でも大体さ、はい、ごめんなさい、そうだね、本当は嫌がってて我慢してたかもしんないよ、それは。中学全然ありえるからね。ちょっと、え、大体だったんだ。俺つけた、俺元素前の水平リベのやつ、水平リベ、僕のやつ。さあ来た、ベーコン。ベーコンです。やっぱ肉はいいね、肉は最高です。肉最高です。さあ、これ ASMR です。 ASMR かな。さっきのニンニクでやりなさいっていう。同じ。まあ、こんぐらい。いや、ベーコン無限に行こう。もう致死量で。いや、もう決まってるわ。もう致死量で、この量です。俺、絶対お店の人にやっちゃいけない注文の仕方。はい。あの、ちょっとチャーハン致死量でください。あの、マジ出てくる。資料てか、ちょっと金額がヤバそう。うん、5万8000円です。ヤバ。さあ、香りがいいね、香りが。で、このキヨキヨさん、ニンニクじゃねえや、鷹の爪好きすぎてめっちゃある。そう、もう鷹の爪をマジでカップ麺とかに入れて食ってるから。で、普通はね、鷹の爪なんか、こうやって取んのよ、あの、種をね、種が辛いんですよ。あ、種が辛いんだね。キヨキヨさん、バカだな。うん、こうやってやってるんですよ。俺全部入れてます、マジで。種を入れてるんですよ。種をカップラーメンにも僕入れてます。辛いの大好きすぎて。あの、頭おかしいっす。俺ね、多分ね、辛いのに関してはまあ頭おかしいと思う。ただ頭おかしいの中でもやっぱ本当に頭おかしい人いるから、うん、あ、その上の下なのよ、辛さ業界で言うと。天界と一緒じゃないですか。天界、オンジュールさんも言ってましたよね。上の下だって。そうだ、上の下なんすよ、僕。うん、だ、そう、辛さ業界、おそらくそのね、要は、うん、僕嫌なのが、伝えたらいなくなっちゃったもんね。
嫌なのが、辛いの、いや得意なんですよ、好きですよっつって本当に連れてっていただいて全然食えないって一番ダサいじゃん、うん、だからそっちはジョーのゲって言っとくっていう、そのお酒強い人がいやそんな強くない人は強くないっすよっていう理由が分かった。なるほどね、うん、そのあえて自分をジョーのゲにしとくっていう、それ大事なの。辛いの好きすぎて辛いの好きな人が好きになっちゃう、それはちょっとあんま良くないんじゃないですか。もっと人間性を見なきゃダメです。そうそうね、いやでもやっぱ辛いの好きって言ってくれるとすごい嬉しいじゃん。あとそれで言ってもコーヒーすごい好きだから、うん、あのコーヒー好きって言ってる人好きになっちゃう。ちょろいなこの動画見た人で、はい、言っちゃう人いるかもしれない。あ、なんか、女の子ですか、また。いやいや、また女の子ですか。女の子の通じタイマーにしたらそんなやばいやばいね。さあ、めっちゃいい香りし、あ、卵も知らない間にできてる。これは、あのえ、どうすんの、どうすんの、え、どうすんの、どうすんの、どうすんの、温泉卵ですね。すごいな、俺温泉卵を作ろうとして毎回カッチカチになるから俺。温泉卵を作ろうとしてカッチカチになる。いや、そうよ。まあ、それで俺カッチカチだと何も言えないんですよ。マジでいい香りする、それめっちゃいい香りする、やばい。これあのなんか僕実家思い出すね、実家の17時15分、うん、お母さんが5時に夢中っていうその出たテレビを見ながら、うん、あのこの匂いがしてくるっていう話やん。でもなかなかこういう匂いでも実はしなくて、うん、記憶だけそのニンニクあんま使わなかったから。ああなるほど、そやっぱ気使って、うんうん、でこの匂いがするとワクワクみたいな、ちょっといつもと違う感じ。そうだからおそらく金曜日とか土曜日が多いよね、うん、あーその特別な仕事休みだったりとか、うん、お父さんがそういう時に、あーちょっと無駄遣いしてますこの人、冷やしてる、あ冷やしてる。まあでも料理やってる時もこういうことが多かったね。他にももうちょっとあるけど、ちょっとずっと流しっぱみたいな、そう熱を取るっていう、あーそうなんだ、感じで。めっちゃいい香りする、やばい。さあそしてお肉、うわーいった、かっこつけたけどこうやって入れちゃいます。で、ベーコン、油跳ねます、切ってる。あーやばい、カメラが汚れる、カメラを汚すな、止めるな。あーすごい、なんかすごい、あの唐辛子の独特のあのこう、鼻にくる感じがすごい。ほんと、でもニンニクとめっちゃいい香り、わーめっちゃいい香りする。ちょっと一回換気扇回すか、うるさいけど。そうだね、うん、休憩ハウスのローで、ローでね、救急ハウスがちょっと臭くなっちゃうから、うん、入れます。いやいいですね、いいですね、めちゃくちゃいいですね、これちょっとね、見つけた、もうちょっと前にベーコンディープ入れた。あ、そうなの、うん、さあ、オリーブオイルをもこみちたいたきた、もこみちたいたきました。いやいや、高いとこやんなきゃダメじゃん。いや、いいね、マジでいいね。さあ、しゅうさんこれ飯用だ。この企画なんか、いいね、心温まる。確かに、ただ飯作ってるだけだよ。そう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 、もう、キヨキヨチャンネルなんか謎にね、飯動画すごい人気なんだよ。キヨね、なんかね、飯めっちゃうまそうに食うんですよ。あ、そうなの、うん、もしかして自覚がない。いや、自覚が普通に食ってるだけだよ。めっちゃうまいっすよ。わー、来た、うまそうに食う、うまそうに食うプロ。これはね5分らしいんですよ。だから5分、ああそういうのあるんだ、うん、あ、ほんとだ、5分って書いてある、これね、ほら5分ってめっちゃいい香りするやん、これグツグツいってる、グツグツ、これやばい、これめしてろつ今、うん、めっちゃいいね。パスタ入れます、パスタ今沸騰してる状態、はいはい、でもこれ5分ですよ。あ、かっこつけました、ありがとうございます。今学校つきました、今俺ね、お母さんから教わったの。ああそうだね、お母さんがパスタの方結構やってくれてて、そういうとこバキバキバキって言っちゃった覚えあるけど。じゃあ今から4分数えます。なるほど、ね、これちょっと早めに揚げちゃうから、3分50秒これ結構なんか細いんだよ。うーん、これもうちょっと太いやついつも使ってるんで、1分8分やばすぎる、最高すぎる。あら、止めろが切られて、さあ、茹で上がりましたと。いいね、もうちょっと芯がありました、もうちょっとですね。いや、芯があった方がいいんじゃない、よくないですよ。ダメか、芯があるのと硬いは違う。なるほどね、深いね。
深くはないです。いやーベーコンがいい感じだ。はい。でこれ何の塩味もついてないから。ああなるほどね。あら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 。これを入れて。ついに暴挙に。暴挙ではないですけど。ついに自暴自棄になった。で。こう乳化してあげるっていう。乳化？乳なんか厳密なこれ乳化じゃないんですよ。うん。なんどういうことなんでしょう。油と茹でた。うん。塩ね、塩水ね。塩水を茹で汁。乳化させるっていう。一緒に一体化させること。いや優しくしてあげるの。そう。クララで例えると何？クララで。クララで例えると、うん、デッキに入れてあげた感じ？そうですね。絶対違う。オブジェイスパーキー。絶対できてる絶対あまあ相性を良くしてあげるってことです。そう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 。びっくりしたびっくりしたびっくりした流れちゃってるじゃんって思った今俺。うわーカメラが困っちゃった。もうただ火災欲しくなんないこれ。湯気めっちゃ出てるけど。なったらごめんなさい。なったらやばいよマジで。てか前回なったし。でででで。でもさすがにこれなんないでしょ。これでなったらでもちょっとやだよ。ああ入れて入れてそうやって入れてはいはい乳化させたやつ入れてもう上に混ぜる。本当にただ混ぜるってこうやって混ぜてそうやって混ぜて終わり。ああ混ぜて終わり。カッコつけた今料理にあるあるですか。カッコつけたって言われがち。そうなんですよ。うん、めっちゃ言われる。クララは例えるとどれぐらいの当たり前のことなの。ザップ打つぐらい。いやもう本当に当然オブ当然だから、うん、いっぱいいるモンスターには範囲攻撃ぐらい。なるほどね。じゃあガゴムに来たからウィザード出すぐらい。そうそう、それぐらいも当然の当然なんだ。なんかやっぱこうシャカシャカやるとやっぱかっけえなってなるからね。僕毎回あい曲つけてって言うとちょっとムッとされる。毎回ですから。まあそれな。できました。あ、完成です。キュウキュウさん何もしません。キュウキュウさんトークです。カメラマンやってました。はい、じゃあね、これからね、ちょっといただきたいなと思います。いただきます。いただきます。はい、こちらでーす。いやいいね。なんかサイゼリアになりそうでしょ。ね、サイゼリアで売ってそう。これ二人で。トマトもついて434円400円ぐらいか。ちょっと混ぜちゃっていいこれ、ぐわーっと。全然混ぜちゃった。うわーこれめちゃくちゃ幸せだ。これじゃあいただきます。うん、ちょっとね、こう絡めてね、絡めていただきます。いつもこの3倍ぐらいの鷹の爪入ってるから。まそうだね。うんうまっうまっ。なんだろうこのなんか卵俺初めて入れたかもしれないね。うん、いただきます。確かに今日辛くないわ。いやこれが普通の味です。そっか。うんピューって出て、あー辛い。張り付いた喉に。何が？唐辛子が。うん、俺あれだよね。うまっ。そっち結構ね、唐辛子入ってる。うん、これが最高。でもめっちゃベーコン入ってる。ベーコンね、普通に量的に多いから。確かにあれ一パック入れたの。2人前じゃないですか。うん、体育は割といいね、こういうなんか、うん、自粛がなんか食い行きたいね、外で。食いに行きたい。でも今回のことで分かったのが、うん、こう当たり前にしてたことがめちゃくちゃ幸せだったんだなっていう、本当に思うよね。本当にそれ。うん、サイゼリアで飯食うとかめっちゃ幸せじゃね。幸せ、楽しいもん、うん、入っただけで楽しいよね。え、幸せっていうの。うん、だからいつさ、うん、俺らの日常がさなくなっちゃうか分かんないもん。うん、本当にこれもこんなになると思わなかったもんね。ね、普通にうまい。でも俺らさ、うん、いつもさパスタ食べるときさ、うん、1人2人前くらい食うじゃん。そう、足りねえ。足りないよこの400円って現実がこういう感じです。20代の男2人だからね、普通食うけど、うん、ダイエットになるとね、うん、
キュウケンさん最近結構ね食べるものと気をつけてるもんね。そうだね、爆食いまあ、してるけど、うん、そうか、うん、昼マック夜ケンタッキーみたいな、うん、そんなやめてるって。逆にあったの今またあれだ。うん、いや俺ずっとそうだったよ、1年前マジで、うん、やばいよ、はい、幸せそう本当に1週間で本当になんか毎昼毎食マックみたいな感じだった。もうマック本当に嫌いになった一時期。ゴータマが美味しい。ゴータマが、ゴータマがね、うん、もうちょっとね硬い方が良かったかな。ちょっとね卵っぽ、うん、うまい、うまいね。僕らが食べてる動画重要あるんですかね。でも前のさ辛い辛いうん、そうだよ前のさ、うん、あの1時間動画焼肉のあったじゃないですか。うんうん、うん、あれでさえ全部見た人いましたからね。なるか結構めっちゃ言われて、なんかファンの象徴みたいになったよ、うん、あれ全部見た人はファンみたいになったよ嬉しいことにね。うんでさ、俺、うん、最近ミラティブ始めたんですけど、うんうん、ここに来てくれる人とかでさ、うん、話のさ、トークの中でさ焼肉食ったりとか長い動画出したりとかそういう話をしたのね、うん、したら、うん、俺全部見ましたみたいな人結構いて、うん、だから俺の今ミラティブに来てくれてる人多分、うん、結構すげえ好き。すげえな、嬉しいよね、うん、マジ6年前6月28日で YouTube6 周年で7年目なんだけど。7年目、まあ、だから6年経ったって感じ。よく続けたよね。そうか、やばいわ。だって苦しい時いっぱいあっただろうね。うん、これも頑張んなきゃな。みんなもよろしくお願いします。一番きつかったの、苦しいっていうかきつかったの、うん、4年前かな、初めて2年寝てなかった。マジあの1年全然寝てなかったから疲労がやばかった。うん、うん、だってマジで4時間寝れる日が本当になくて、本当にガッツポーズしてたもん俺。あよっしゃ今回4時間寝れるみたいな。超ハードね。今の状況的に絶対考えられないよね。うん、とも良くない、うん、効率絶対落ちるから。その時あれでしょ、なんか睡眠に対する誤解があったんでしょ。いやまあそのなんか4時間寝れば人間は生きていけるみたいな記事をなんかどっかで読んで、うん、まあ生きてはいけたね。じゃあ結論、生きてはいけたけどでもダメ。その睡眠は睡眠こそ最強の解決策だよって本があるんですけど、はい、マジで意味ない、その寝ないの。本当に全部書いてある。まあ俺全部読んでないんですけどね。寝てないアピールする人とか本当意味わかんない。卵とこの油がさ、うまい。最後はうまい。ここがもはやメインまである。この全部詰まった。そう、辛い。どうした。お疲れ様です。こいつらが、こやつらが、なんかうまい、うまいな、うん、この子。売れてる、売れてる。結構マジで今日、ね、今日買ったじゃん、うん、多分今日が食べ時です。うん、明日になると多分ちょっと何べちゃ食べちゃっていい。全然いいですよ、半分なんて。甘い、トマト甘い。はあ、美味しかった。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。あのね、このクラロワ黄金伝説、公平だったらもう一回やります。勝た絶対勝ってね勝たないと全然なの。勝っても、うん、そうだ、今回4試合中3試合か。そう、3試合勝って結構いい方だよ。そう、まあだからその巨大宝箱が出てほしいのよ。言ったらカニがね、こうやってカニです。うわー、いいね。あとお刺身ですとか、お刺身とかね。うん、ということで、はい、タイタンの YouTube チャンネル説明欄になるんでね、お願いします。ぜひそちら見ていただければと思います。はい、普段はねゲーム実況してますんで、はい、今日もご視聴ありがとうございました。キュウケンチャンネル登録、こちらもチャンネル登録していただけますね。次回の動画を見逃さずに見ていただけると思いますんで、チャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画がございますんで、まだ見てない動画ある方はぜひもチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。